中もう何時からやっとるんやけど3時ぐらいからか、大概ウォーミングアップどころか疲れとかもあるからまあ俺はマジ疲れたわちょっとな行きますわ次の曲Heavy Metal Bulldozer
ンドがおってさ、あんたらお母さんおってさ、客さん。いやもうどうやらほんまにね、これ見えへんのもう東京で。何にも見えへんわ。けど撮らない今日。アンコールがある前に撮らない。あ、行きます。Heavy Metal Chaser。
でもね、メタルシ名義というのはね、まあ、メタルシファー名義ね、言い換えるかな、多分。2004年とか2005年って言うとったら確か2004年、この辺の近くのなんか無地かね、あそこでさっきのね、アーグメント総合ね、マルちゃんっていうのがおったでしょ、あいつに名前つけたやん。当時な、日産スーツとかマーティン・ゴーやがなった。あ、どっかのおるよ、これ。どっかの写真撮って。あ、いやいやいや。まあ、彼に手伝ってもテレビでやってね、まあ、今回はまた別の、まあ、プロジェクトでもね、いろいろこのあっちこっちからメンバーを拉致して、強制労働させておくれ、これがな。いきますわ、次の曲もな。Heavy Metal Bulldozer!
入れまるまで。ネクソンね、ネクソンの、ちょっとポップな感じの曲ね。さっきのアーギュメントショーとは全然ちゃうような感じね。その前のウォーリアーとか何だっけ、なんかそれ見てないでちょっとわからないけど、ね、まあ、それよりもっとポップじゃないかな。まあいいんじゃないでしょうか、こういう曲もね。まあ、名古屋の皆さんがこんなもんね、楽しんでもらったね。なんか静かな感じで嬉しいさ、僕は。まあ一つ聴いてください。ヘビーメタルハイウェイライダ
番長くまでな、これで最後ということらしいわ。はい、いきます。トンボ帰りでね、俺は4時間ぐらいしか寝てへんよな。45になると相当がきついんやわ。さっきの車なんかでこれカッコよく寝てないよ。急だれがさ、パパーこの辺に当たってもね。はい、いきますね。Heavy Metal
神谷君、神谷君会場におられますか。神谷君、もう一曲やってよろしいでしょうか。神谷君、オタク、神谷君、お願いしますわ。えらい長いことやって、なんか時間が遅くなると一曲じゃほんまにできへんから入れます、やっていきます。奈良の仙都君とか言うてね、1300年とか言うてね、なんやなんやわけわからんこと言うとな。まあ侍という曲があるんですよ、こちらね。まあみんなも侍のこのね、下っ端かもわからんしね、先祖がなんか侍みたいなね。うちはな、多分漁師だよな。憧れんねん、侍に憧れますわ。いきますぜ、Heavy Metal Samurai。
様でした。Thank you.